皆さん、こんにちは。週刊手帳術の著者、海野隆です。今日も私の著書、えー、週刊手帳術の本の解説をしたいと思います。で今日のテーマはですね、MyGTT ということで、まあ、g e t s i n g s d o w っていうんですけども、まあ、その、えー、私が提唱する g e t シ i n g s d o の、えー、中から、まあ、重要な処理より緊急の処理と、 いうところでちょっとお話をさせていただきたいと思います。で、あの、まあ、本家の GTD は、まあ、あの、私がこう、本を読んだときに、まあ、感じたのは、あの、まあ、基本的には重要な処理をするときに、まあ、向いている、うん、フレームワークかなというふうに思った次第でして、で、逆に、 私の場合は、その緊急な処理が結構多いんで、あの、こういくら、こう、この本がすごい、あの、ベストセラーだったと言っても、私には合わないんで、まあ、その私に合うように、ちょっとアレンジできないかな、みたいな感じで、まあ、自分の中で、こう、あのく、組み直してみたんですけども、あの、まあ、どちらかというと、その緊急の処理に対して、まあ、うまく、 あの回るようにというふうに作ってあるので、まあ、あのどっちがいいとかっていうあの、要は優れてるとか優れてないというよりは、あのあ合うか合わないかみたいな感じで、まあ、選択していただければいいと思うんですけども、まあ、とにかく、まあ、今日はその、ね、私の本の解説なので、本家の GTD というのは 基本的にはちょっと私に合わないという前提でお話をしていくんですけども、あの、まあ、なんで合わないかっていうのが、ちょっとその、一番こう大きかったのが、ま、2つほどあって、で、あの、まあ、これが私の、あの、MyGTT の方なんですけども、あの、大きく、こう、その2つというのは、 この習字レビューっていうのが、まあ、あるのかないのかということと、あと計画を作るときにこう、振り返りっていうことがあ,あるのかないのかみたいな、えー、そこのところでちょっとお大きくこうは分かれたというか、まあ、これは私には合わないなと思ったところと、まあ、これをこう解消さえすればいい。い 考え方っていうかヒントだったなというふうに思ったので、まあちょっとその、あの、合わないと思いつつも、自分に合わせるにはどうしたらいいかというふうに考えたんですけども、あの、とにもかくにも、その、私の中でその、頭の中に、こう、1週間も重要なことをため込んどけるのかみたいな、そういうことを思ったときに、まあ、これはちょっと無理かな、みたいな。 そんなふうに思ったのですけど、そのとにかく、そのすぐ処理さえしちゃえば別にそれは解消できるんじゃないかなというふうに思いましたっていうところ。なので、あの手帳がね、とにかく好きなんで、その手帳のどっかに書いとくっていうのは、それはこういいことだったりもするんですけども、えっと、トゥードゥーリストみたいにこ、こう、やることだけを いつやるかわからないんだけど、やることだけをこう書いとくっていうリストっていうのが、まあ、私の中では結構スト,ストレスに感じてしまうとう、要は頭の中にどっかに残ってるんだけど、それがこう、やるのかやらないのかい、いつやるのか <laughs> っていうのが、も,もや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 しちゃって、まあ、その習字デビューまで待てないみたいな、1週間の,その,あの処理する時間までちょっと待てませんみたいな。 そんなことだったりも、ちょっとまあまあ、早い、早い話がせっかちなんですけどもあの、とにかくこう、リアルタイムで回せるように、えー、するにはどうしたらいいかなというところが、こう、考えどころだったというところが、まあ、このマイ g t d を作った、まあひと、一つの要因で、もう一つの要因は、その、計画をするときに、まあ、あの、 本家の GT だと、まあその、一通り見たときに、もう一回、その、やる日が決まらなかったら、リストとしてそのまま残っちゃうんですけども、あとはその、やっても、その、決められなかったらそのまま、あの、先送りみたいになっちゃうんで、まあ、ちょっとそれが私の中では、ちょっと、あの、ストレスに感じてしまったと。 いうことで、あのまあ、私の,その、まあ、著書の中でもそうなんですけども、基本的にやり始めたらこう必ず完了するということがまあ前提になっているので、あの計画を立てるときっていうのは、もうすぐ処理をする、処理をするにはどうしたらいいかとか、その、えー、タスクとか問題だったことを、えー、どう解決しているかけいけるか、いつ解決するかということになると。 いうことなので基本的にはそれがこうできなかったみたいな話ではなくて、まあ、やるにはどうしたらいいかというところになるのであの基本は処理を必ずしてで、えーまあ、完了したかどうかというのは、まあ、確認だけをするというそういう,こう処理のし方たをしたかったので、まあ、とにかくその何かこうもやっとしたことがあったら、まあ、緊急だったらすぐやるし。 重要だったらいつやるかっていうのを決めて、まあ、とにかくその頭の中をとにかく空にするというそういうところをこうあの念頭に置いて、まあ、あの考えてみたものなので、まあ、とにかくその大きく分けると、まあ、ちょっとその前回、前々回の動画でもお話ししたんですけども、あの重要なことを処理する。 で確かに、まあ、大,大事なことだと思うんですけども、あの緊急の処理をしたいという、まあ、そういうふうにあの人向けに、まあ、考えてみましたというか、まあ、自分がせっかちだっていうのもあるんですけども、えー、とにかくそのすぐに頭の中からこうもやもやしているものを解消して、えー、緊急で、まあ、そのタスクそのものを処理すると。 い,いつやるんだとかその頭の中に残さないために緊急の処理をするという、まあ、そのタスクそのものというより頭の中に残すか残さないかという緊急の処理をするという、まあ、そういう,こう人向けっていうかあのそういう処理をした方が、えー、お仕事だったり生活がスムーズにしていく人向けに、まあ、あの役に立つんではないかなというふうに思っていますと。 いうことで、まああのー、気になる方は、とにかく、まあ、本読んでくださいということだったりしますので、まあ、あの売り込みというよりは、あのとにかくって、まあ、あの手に取ってみていただければという、そんなお話にはなるんですけどもあの、私の本ってあのオンデマンドでしか買えない本なので、 あの実際には買っ,てくれ買ってくださいっていう、そんな話なんですけども。うん、あの、ちょっとまずね、その動画を見ていただいて、興味が湧いたなというところを、ちょっとあのお話をさせていただきたかったというところで、まあ、この動画を撮っていますというところなので、うん、まあ参考になればいいかなというふうに思いました。ということで、今日の動画は以上となります。えー、最後まで視聴いただきありがとうございました。運たかしがお送りしました。 それでは。